はい、皆さんこんにちは。今日は山梨県にございます南アルプス市にやってまいりました。目の前にございますのは南アルプス市役所。こちらの町は山梨県の西部国中地方にございまして、現在の人口は約7万人となっております。2003年に合併してできた町でございまして、このように町の名前に外国語名が使われているのは大変珍しいものでございまして、こちらの名称は一般公募の結果選ばれたものでございまして、この市名の由来は国内で2番目に標高の高い北岳を筆頭に、他にも3000m 級の高い山が連なっております赤石山脈、つまり南アルプスがこの町の中に入っておりまして、そこから来たものでございます。俗に日本アルプスと言いますのは、北アルプスとも呼ばれております飛騨山脈、中央アルプスと呼ばれております木曽山脈、そしてこちら南アルプスと呼ばれております赤石山脈、3つを総合して言うのでございまして、市の山にも選ばれておりますこちらの北岳、標高は3193m ございます。こちらの南アルプス市、昔から馬の名産地でございまして、古代には官営の牧場がございました。これは後に海原寺の勢力基盤にもなります。こちらは県道52号線でございまして、市役所からもそんなに遠くない場所。地名を見ますと上町と書いてありまして、見たところなかなか栄えておりまして、昔の商店街そのような感じがいたしますが、私が思うにこれは昔の宿場ではないでしょうか。こんな感じで立派な蔵もございますし、昔の何かそのような宿場町の雰囲気がございます。市街地の方からもこんな感じで結構高台に家があるのも見えております。まあしかし南アルプスはもっとずっとずっと先、この市街地からは同じ地域にはございますが、南アルプスの手前にも大きな山がございまして、あまり街中からは見えないそうでございます。まあやはりこの道が昔の街道富士川街道だそうでございまして、このそばを通っております富士川の河川星雲とともに、この陸路富士川街道にも人の往来が昔は絶えなかったそのような場所、そして先ほどの街道富士川街道を南下しまして少し脇道に入ったところ、南アルプス市の超禅寺、こちらのお寺は南北朝時代の1316年に臨済宗の高僧無双祖籍により創建されました。こちらは武田信玄ゆかりのお寺でございまして、信玄の実の母信虎の正室でございました大井夫人のお墓がございます。戦国時代にこの周辺を治めておりました大井氏、駿河の大名今川義元と組んで武田家と戦っておりましたが、武田氏と大井氏は後に和睦、
その証として武田信虎にこの大井夫人が嫁ぎまして生まれましたのが武田信玄でございました。武田信玄は異常症の頃、このお寺の住職から勉強を教えてもらっていた時代があったそうでございまして、後に当主となった際にはこのお寺を厚く保護しまして、そのうちこのお寺を2つに分けまして、1つは現在甲府市にございます長禅寺、そして元の長禅寺という意味でこちらのお寺は故長禅寺というそうになったそうでございます。こんな感じでこのお寺は非常に整備されておりまして、とても美しいお庭、そしてこちらにございました大井夫人のお墓がこちらでございます。こんな感じでとても綺麗なお花が、いやーいいですね。これはどうやら武田信玄の信玄という名前もこちらで昔お世話になった和尚さんにつけてもらったそのような名前、そして南アルプス市街地からこんな感じで山の近くまでやってまいりました。この南アルプス市内には国内でもかなり大きな扇状地、御勅使川扇状地というものがございまして、この扇状地の上部にかけての緩やかな傾斜がある部分には桃やさくらんぼなどの果樹園が広がっておりまして、山梨県らしいそのような風景を形成しております。いやーなかなか水量も豊富でございまして、勢いよく水が流れております。こちらの方にも果樹園が、今日は天気の都合上あまりよくは見えておりませんけれども、この緩やかな傾斜地からは甲府盆地にございます市街地がよく見えるそうでございます。まあ今日も少し霞んではおりますが、こんな感じちょっとだけ見えております。